はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は、新ギレンの野望ドズル中将編続きをやっていきましょう。まあ、少し時間が空いてしまっているんですが、前回お届けした後だいぶ時間が経ってしまって、ゲームの、あの中の進行の時間がだいぶかかってしまって、連邦軍がかなり強大化してしまったということがあり、地球はですね、すでに、まあ、キリマンジャロはもともとね、今画面映っているキリマンジャロは撮っていたと思うんですけども、その後、オデッサを攻略してます。で、さらに、ここ、マドラス。そして、この北京。で、最後ね、オーストラリア。ここを撮って、今、ついにジャブロー攻略が可能になったということで、今大部隊をね、このジャブローに向けて、進めていくというところからになります。なので今回できればね、このジャブロー攻略をして、この新ギレンの野望ドーズル中将編最後までプレイできればいいかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。やっぱりもう時間が経てば経つほど連邦の守りが固くなってしまって、まあ時間がかかるかかるというのがあって、まあ、裏でね、こそこそこのドズル中将編進めていて、ようやくジャブロー攻略ができるというところまで来ましたんで、今回なんとかね、ジャブロー攻略していきたいと思います。もうちょっとまだね、もう5月ゴールデンウィーク10連休前になろうかというところなんですが、まだ花粉症が若干残っていて、鼻声気味の時だったりくしゃみだったりっていうのがあるかと思うんですけども、まあ、それでもやっぱだいぶマシになりましたね。で、夜のジョギングトレーニングの時ももう今はマスクを外しました。先週の中頃ぐらいから。やっぱりマスクあるなしだと全然走ってる時の快適性が違うんで。ただやっぱマスクを外して走った弊害なのか、若干鼻がムズムズしますね。で、まあ、あの各拠点制圧はしたんですが、まあ、ご覧のようにちょこちょこ敵が出ては入ってという感じなので、この辺りも少し煩わしいといえば煩わしいんですよね。で、今週は、まあ、あの今日月曜日ですけど、火水木金と行けば10連休が待ってるんで、もうウキウキワクワクし始めてるんですけど、まあ、やっぱり仕事が溜まってますね。では、ここは諜報活動で予算投入して、敵地潜入を図っておく。で、まあお金もね、資源も、正直言ってご覧のようにもうあり余っているという状況ではあります。連邦がこの時どういう、状態なのかっていうのはちょっと知りたいは知りたいんですけどね。連邦の方もキツキツなのか、いやいや、連邦の方は実は、溜め込んでいたお金があるから余裕なんですよ、なのか、そこはね、連邦でプレイするときのために知っておきたいな、というところでもありますが、ここはあまり気にせず行っちゃいましょう。まあ、こんだけのね、ガウ攻撃キューブを並べた上に、ザンジバル海含めて何隻あるんだろう。20隻ぐらいはあるんじゃないかな。この20隻からなる、この艦艇を送り込むんで、今回で、無事に攻略と行きたいところですよね。でも戦力は集中的に使っていきます。まあ、ここで同時にね、北米を攻めるとかっていう選択肢はもう取らずに、原油戦力の全てをジャブローに叩き込む。まあ、ジャブローを攻略すればゲームがクリアになるっていうのが一番大きいんですけども、まあ、何よりも操作がね、結構このギレンの野望とかだとめんどくさいはめんどくさいんで。で、さらに増援が出せるようであれば増援を出しましょう。ゲルググ2機か。これはまだちょっと早いな。
ガウにモビルスーツ満載したらキリマンジャロからさらに増援を出しましょう。まあ、この中でできれば連邦がね、オデッサの攻略作戦とかを始めてくれたりすると、実はすごく嬉しかったりするんですよね。戦力が分散されるんで。わ、トリトンにそれなりの部隊が侵入してきてるな。まあ、ここはもうトリトン取られようが何しようが構わないんで、このまま行っちゃいますが、それにしたってできればトリトンは少しばかりモビルスーツを生産しておきますか。まあ、1ターンで確実に生産が終わるモビルスーツを生産しておきましょう。トリトンの話ですね。オーストラリア、もう金は有り余ってるからな。もう宇宙の方は完全に掌握済みなので、やることがないという感じですね。宇宙に関しては、まあ、この後に及んでモビルスーツを打ち上げてくる、あるいは戦艦を打ち上げてくるっていうことはないと思うので、ここがズゴックを作っておきますか。ああ、ゾゴックになっていた。ズゴックだ、欲しいのは。ではでは、もう次のターンで第一陣が侵入できる感じになるかな。モビルスーツ22か。いや、さすがだな。増援を送られないように早めに侵入だけはしたいですね。それにしてもね、このザンジバルの足が遅いんだよね。地上だと、宇宙だとまだね、それなりに動けるんですよ。ザンジバルの艦首っていうのは宇宙巡洋艦なのかな。ムサイも宇宙巡洋艦だったと思うんですけど、ムサイよりもやっぱり全然モビルスーツの運用能力が段違いですからね。同じ巡洋艦でも軽巡洋艦と重巡洋艦ぐらいの違いが多分あるんでしょうね。確か巡洋艦扱いだったと思うんだけどな。ガウはやっぱり足は速い。全然アッザムが2機出せるね。出しましょう。さらにギャン、ゲルググ、これをガウに乗せて、このガウはもう出しましょう。さあ、これで次のターンには第一陣がジャブローに降下できそうですね。そうか、地上からだけじゃなくて宇宙からも降下させればよかったな、今思えば。輸送されてジャブローの防御力が強くなるというのだけが一番避けたいので、そうならないようにしていきましょう。トリトンは大丈夫か。まあ、さっき言ったようにトリトンが落ちてもいいんですっていうところではあるんですけど、できれば敵を引きつけておいてほしいので、持ちこたえてくれるのが一番ベストですよね。ギリギリ、そういう意味では次ジャブローにも突入しちゃいましょう。
まずは第一陣。ジャブローってどっから侵入するのが良かったんだっけな。なんか変なところから侵入するとすごく戦いづらかったイメージがあるんですが、まあここはガウの足が届く範囲で入っていくしかないかな。むしろここであれだな、ズゴックとかも先行できるものは先行させちゃおう。これで次のターンで大部隊が、まあ、本陣って言っていいのかな、侵入できる状態に多分なるんじゃないかなと思います。もう、後ろから来てる、ザンジバル隊、ザンジバルが10隻以上いますけど、このザンジバル到着するのあと3、4ターンかかりそうだからね、特に一番後ろにいるザンジバルとかになってくると。となると、もう、ガウ攻撃空母で仕留め切りたいですよね。で、部隊としては出撃、アプラサスが出せるね。でだ、問題のトリトンは、まだ部隊が出れないんだね。もうマップ上に味方のモビルスーツというか、ユニットが溢れ返っちゃってる状態ですね。で、ゴールデンウィークはもう何度かツイッターとかこの動画の中でもお伝えしてると思うんですけど、もう27日、まあ土曜日、10連休、いわゆる10連休の初日にバンコクに出発する予定です。まあ、航空券高かったですけどね。とにかく高かった。あとは多分、僕が行くようなエロ歓楽街は、エロ日本紳士どもで溢れてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その中に紛れて、まったり、日頃の疲れを癒してこようかなと。で、それが5月の2日まで。で、5月の2日の夕方、バンコク出発の便で、夕方、お昼かな。成田に、20時前、19時半ぐらいに確か着く飛行機だったと思います。で、僕の自宅が、成田も羽田も、まあ、一本で行けるところではあるので、比較的楽ではあるとはいえ、ですね、その翌日、5月の、3日から今度奥さんと香港に行くと、これも成田から行くっていうことで、成田に、むしろ、ホテル取るなり、バンコクから僕だけ香港に行くなりにすればよかったなと、今更、思ってはいるんですけど、まあなんとも無駄な料亭を組んじゃいまして、そんな微妙なゴールデンウィークではあるんですが、こっからはじゃあちょっと先に、ジャブロの攻略を始めていきましょう。配置はこんな感じか。まあとりあえず制圧を進めていきましょう。どうせこの川が渡れないので、左側から入っていく。まあ、どちらかっていうと、下からって言った方がいいのかな、イメージとしては。まあ、さすがにこの舞台だけでは、ちょっと厳しいかなという感じがするんで、ズゴックもね、失いたくないんで。あ、こっちにもいた。もったいない。一旦無駄にしてしまった。もうガウとかこの辺りは使い捨てですね、言ってみれば。
核バズーカも撃ちますよ、核バズーカも。サイサリス捕獲したんで、確かねトリトン基地かなんか攻撃した時にサイサリスを捕獲したんで、サイサリスの核バズーカをぶっ放しましょう。むしろ核バズーカぶっ放せば終わる説もあるよな。何？逆に核バズーカ撃ってきやがった早いよ、マジですかい。消し飛ばされたな一気に。こちらもパーフェクトジョングを出していこう。もうさっきからお話してるようにガウは使い捨てなので特攻させましょう。サイサリスがもう一回撃ってくる可能性あるよね。でもなところで撃ち落とされるともう大変よ、こうやって前に進むのが。さあこれで全部動かしたかな。先にぶっ放されるとは思わなかったからな。この辺りから一気に多分戦いが激化していくと思うので、ガウが落とされた。撃ってきたよ、もう本当にやってくれるよやつめ。ただもうサイサリスのさあれないんじゃないの、それこそ。まずは、サイサリスがこれやられるのが絶対避けたい。砲撃者を、核爆発を行う。核を放つ。まあ、とはいえ地味に攻撃もちゃんとしていきます。でここはギャンも出して格闘を仕掛けましょう。で離脱、パーフェクトジョングがなんか思ったような戦果を上げてくれてないね。でギャンも出しますと。こんなところかな、まずは。さあこれでいきましょう。まずは核バズーカーで敵を一気に減らします。どんくらい減らしたかだね、ちょっと見えなかったけど。これでただ連邦の方がもう一発ぶっ放してくるときついよね。
お、撃ってこなかった。ということは、我々がもう一発撃てるな。ここはもう一発撃つ覚悟。うまくすれば追われるかもしれないね。サイサリスの回収のためにガウをゼロツーの横につけましょう。いやー、核バズーカ本当に強い。核バズーカありきで戦ってるけど、浮いてるやつには効いてないね、今見た感じだと。まあ、ただ上々の滑り出しですね。やっぱり核バズーカーのマップ兵器相当強い。もう金は有り余ってるからね。では第2波投入していきます。もうどっから侵入してもいいやって感じだけど、操作がめんどくさくなるんで主に3箇所から入っていきましょう。ここまでが今回入れる人たちかな。で、この次になるね、後続のザンジバル隊は。ガウ攻撃空母が制圧拠点できなくてザンジバルができるっていうのは何なんでしょうね。まあ違いを持たせたかったっていうのはもちろんあると思うんですけど、アプラサス2が出せるね。まあ、残りはもう残しておきましょう。そこまで部隊を投入しなくてもジャブロは落とせると思うので。まあそういうわけでゴールデンウィークの話に戻すと、ちょっとゲームの収録ができないので今回まあ、いわゆる LCC で行くんで、バンコクは。ちょっとその荷物の制限の関係もあって、ゲームとゲームの収録機材を持ち込む余裕が全くないというのがあって、本来だったらね、こんだけ5泊6日で行くんだったら、ゲームの収録機材持ち込んで、昼間の暇な時間、まあ、夜しか遊ばないんで、昼間の暇な時間にゲームの収録をするっていうのが、まあ、以前のスタイルだったんですけど、今回、まあ、やっぱりゴールデンウィーク10連休というのもあってですね、まあ、メジャーキャリアで行こうとすると、とんでもない、航空券の、
お金がかかると、爆投しているというところもあって LCC を選択したんで、ちょっとそれができないのがね、本当に残念なんですが、まあその分現地から、まあ昼間うろうろして、何か楽しい情報がお届けできればいいかなとは思います。では、ここは、残りの拠点の攻略を行っていきましょう。索敵がいまいちはまらないのは無人機だからだな。パイロット乗せておけばここまで外すこともないんじゃないかなと思うんですけど、よし、こんなもんかな。で、あとは新しく侵入してきた部隊を動かしていきましょう。ザンジバルは足が遅いんで時間かかりますが、ガウはできるだけ早く戦闘中域へ派遣していきます。まあでもこんだけの部隊がやってきたらもうジャブローとしても諦めムードですよね、普通は。で、サイサリス、エネルギーの補充が終わって、まあ、補給が終わったら、再び核を撃ちに行きましょう。残された敵の部隊、多くはない。まずは索敵をして攻撃。サイサリス、もう撃ち、ぶっ放せるかな。で、後続のガウ攻撃空母もやっていきますと。ザンジバルが到着する頃には決着をつけてるというのが一番ベストかな。で、横着をせずにちゃんと後続のガウたちも動かしましょう。もうここまで来たら多分委任でも落とせるかなってい いうところまでは来てますが、ここは横着をせずにちゃんと倒しに行きましょう。
ガルが落とされたか。グレイファントムかな今。うわ、サイサリスだよ。出てきやがった。再び。敵も再びサイサリスが出てきている。ただ、こいつを片付ければ終わりなので、ここは、こちらも、臆せず行こう。で、今回確実にもう終わらせるためにモビルスーツ隊も出しましょう。これガウってさ、ダメージ受けちゃうんだよね、きっと。確認するためにガウを犠牲にするのもなんなので、ちょっとここはアウトレンジにかけましょう。いやーでも本当にサイサリスがいるいないで全然はかどり方が違いましたね。敵はサイサリスを再製造できますけど、こちらを失うともう再製造できないので、あくまでも捕獲機なんで、そこが一番の違いですが、それでも勝ちは勝ち。よし、ついにジャブローの制圧が可能な状態になったぞ。ここだよね、ジャブローね。まあ、無駄に制圧なんかをしちゃったりして、最後はじゃあ誰に行かせようかな。サイサリスに行かせるっていうのもなんかちょっと間抜けではあるんですが、ここは功労者サイサリスに。何、制圧ができない。ちょっと待って、制圧ができないのはなんで。あ、できるね。よし、いやー長かったなー、このシンギレンの野望も攻略までに。ではちょっとここから皆さんとエンディングを見ていきます。はい、というところでご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。まあ後半、冒頭お話したように連邦がでかくなりすぎてしまって収集がつかなくなってしまったので、まあ裏で一気に進めてしまったというのはあったんですが、まあなんとかねドズル中上編クリアすることができました。またギレンの野望はね、時間を見つけてちょこちょこやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんもお時間あるときに見に来ていただければ嬉しいなと、そのように思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。